回は各ベースメイク商品を80商品以上ガチで検証した検証スタッフに検証の結果分かったことをテーマ別に語っていただきます。1位に輝いた商品のここがすごいポイントを教えてください。6色あるのでブルーから紹介します。イプサのコントロールベースブルー。ブルーって使ってます？皆さん毎日使ってます。私はグリーン使ってます。あ、なるほど。そのグリーンよりかはそんなにこうメジャーな色じゃないのかなと思うんですけど、うんうん、確かに、まあ、テクスチャーはこういうブルーなんですけど、伸ばし前はめっちゃブルー、そうくるくるって伸ばしていくと中にカプセルが入ってて、へー、カプセルが、そうベージュというかその後の肌の色に合わせて馴染んでくれるので、へーすごい、青白くならないんだじゃん。そうなんですよ。あ、全然こういう赤が出てきてベージュが出てきて、そうそうなんだ、綺麗に馴染むみたいな。で、すごい肌に馴染んでブルーにありがちな白浮きっていうのが全くしないで、かつ受け感とかもで、いいね。なんか透明ベースのブルーって感じで、うん、そうなんですよ。いいね。しかもサイズ感もめちゃくちゃいい。そう、うん、すごいコンパクトで、うん、このくらいのサイズなので、お泊りとか、うん、使いやすい、使い切れそうな量、うん、使い、ね、本当に使い切れそうな、部分的だから大きすぎてもって感じ。なんかブルー本当にちょっと始めてみたいなって人かも、うん、いわゆる色で補正というよりかは光でって感じなので、うん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 、すごい使いやすいかなと思います。めっちゃいい。パープル1位がイヴ・サンローランのトップシークレットとインスタントトーンアップのラベンダーです。1位なんだ。1位です。ちょっともう先に言っちゃうんですけど、これ3色あってパープルとグリーンとピンクあるんですけど、これ全て上位3つに入ってます。へー、強い。そうなんですよ。あの全然操作はしてないんですけど、操作裏操作ってこと。本当に全部上位です。で、まあ、全色に言えることなんですけど、これテクスチャが白いんですよね、うんうんうん、こんな感じでハイライトっぽいんだ。そう、うん、白くて、ただ偏光パールで補正をかけて飛ばす系なので、そうなんだ。どうですか、なんかパープルと思えないけど、そう、うん、めっちゃいい匂いする。香りですよね、うん、めっちゃいい匂い。なんか万人受けしそう、あの、うんうん、なんか女性だったら誰でも好きな お花の香りって感じがする。あの透明感とかとは、その器物に飛ばしたいというのに使えるツヤと透明感が出るっていうので、うん、これが1位ですね。パープルのいいね、華やか、うん、華やか上品。そうそうそう。ピンクの1位がこちらですね。エレガンスのモデリングカラーアップベース PK100 番。これ指カット指数が強いものと、うん、まあ、ちょっと控えめな日常使い用とかあるんですけど、これは日常使い向けの SPF25PA++ のものです、まあ、ピンクって血色感をプラスしたいとかそういった時に使えるカラーなんですけど、私もともと肌の赤みが強いのでグリーンとか使ってるんですけど、これ一回下地代わりで全顔にこう薄く塗ると肌がですね、桃肌みたいになるんです。柔らかい印象になるんです、うん、パステル系のピンクって感じ、うんうん、そう、なんか可愛いメイクするときに使いたいって感じ。そうですね、ちょっとだけ青みっぽい感じ、うん、青み、うん、青みピンク系かもしれない。透明感的なのもプラスされるのかな、もしかしたら。可愛らしい印象になりそう、うん、なりそう、柔らかい感じになります。ブルベの人とかこれ使ったらめっちゃマッチしていいかも、うん、検証中にガチで欲しいと思ったアイテムを教えてください。ルナソルのカラープライマー02ソフトイエローで、これピンクもあるんですけど色違いで2つ出てます。で、私が欲しいなと思ったのはこのイエローの方なんですけど、タイプなんかオイル系。そうですね、ちょっとテクスチャー自体もさらってしてるんですけどややとろっとしてて伸びがめちゃくちゃいい。そうなんです。でイエローって私普段使ったことが1回もなかったんですけど、赤みも補正してくれるし、その色ムラとかも補正してくれて、めっちゃ綺麗だよね。めちゃめちゃ綺麗なんです。これはめっちゃ綺麗、凹凸が滑らかになりますね、うん、なんかナチュラルメイク
クの方だったらもうこれつけてあのファンデーション本当に薄く重ねるだけで、うん、すっごい綺麗に肌作れると思います。確かに感じでなんか肌綺麗に見せてくれる。そう綺麗、これ欲しい。これめちゃめちゃいいです。でイエローをやっぱりつけると少しなんていうんですかね、大人っぽい印象っていうか引き締まった感じ、うん、引き締まるね、うんうん、ピッてなるので中心だけにこうつけて外側をすくうとかしてもメリハリつけて、確かにこれいい、これはいいです。良い意味でも悪い意味でも意外な検証結果になったアイテムありますか？イニスフリーのミニナルメイクアップベース N で、これはピーチなんですけど、韓国コスメ今回結構入れてて、偏見じゃないんですけど白っぽくなりやすいっていうイメージが韓国コスメってすごく強くて、白塗りみたいな感じになるのが多いのかなって思って割とあまり期待してなかったんですけど、このイニスフリーのピンクのカラーはもう上位にランクインしてて、白着ないんですけど自然にアップするんですよ。めっちゃいいこれ、うん、すごい、めっちゃいい、この加減、うん、加減が絶妙。なんかさっきのエレガンスのよりもノーハラ感そこまでなんですけど、うんうん、白目、確かにトーンアップしてただふわってする質感に仕上げてくれます。なんかイニスフリーってなんかチェジュ島のそういうなんか植物っていうか自然の恵みを生かしたブランドっていう風に最近知って、意外とナチュラルコスメ寄りな部分もあって、色づきもなんか優しいものが多い気がする。ナチュラル派で韓国コスメ試してみたい人とか、それこそあのカバー力補正力欲しいけどあまり不自然なのは嫌だなって人とかにおすすめなブランドです、ね、年齢関係なく使える、うん、そうこれもミネラルコスメなのでとてもそうなの肌そうですね、敏感な人とかにもオフしやすいと思います。逆にここがちょっとなと気になった商品はありますか？これですね、ジバンシーのプリズムプライマーメイクアップベースのオレンジのカラーで、ジバンシーのこのコントーカラー5色かなあって、他の色は結構上位にランクインしたんですけど、これだけちょっと色づきが良すぎて逆にくすんでしまったっていうのがあります。モデルさんは検証の時標準肌の方で検証してもらったんですけど、めっちゃやばい傾向、こういう傾向点ありましたよね。そう、なんか結構がっつりわかる、チークレベルですね、うん、チークレベルです。これはチークっぽくなってしまったのもあったんですけど、これはもうなんかもうくすんでしまって、逆にその肌のトーンが発色良すぎて暗くなってしまったので、うん、なんか日焼けっぽくなりそう、疲れて見えそう、うん、海外ブランドなのでやっぱりそのいろんな肌色に対応しているっていうのはあるので、ちょっと日本人の肌色標準肌には合わないのかなっていうので、うん、これがあまり振るわなかったなっていうものですね。このご時世にぴったりマスクにつきづらいアイテムを教えてください。私はちょっと2人と違って崩れにくさの検証してないんですけど、このスノーのメイクアップベース UV35 のベージュカラーです、うんうん、でこれはこうやって使うタイプで、こんな感じのすごいみずみずしいリキッドタイプで、これのいいところは密着力がすごく高くてさらっとするんですね。フルタイプに多い、うんうん、フルタイプに多い、そうですね、テカリをあの抑えたい人とか皮脂崩れ、あのベースメイク崩れやすいっていう人は、うん、もう下地をベージュ系のさらっとしてるテクスチャに変えてあげて、うん、であのファンデーションでベースを整えてあげると、うん、あのマスクとかでも崩れにくいベース作りできるかなと思います。これはそうですね、香りもあのフローラル系の上品な香りがしてすごい人気ありました。今回ベースメイクについて語ってもらいましたが、どうでしたか？こうしてみるとシンプルに私たちってめちゃくちゃいろんな商品触ってるんだなっていうのがあります。やっぱ改めてこう触ってみるとなんかより好きになるなっていう風に思ったので、やっぱコスメは見るだけじゃなくてやっぱこう手に触ってみたりとかでやっぱ発見が出てくるなっていう風に思ったので、いい機会だったと思います。私も触ってみた時の感動とか、こうやってずらーって並べてうんうん、試せるのってこの仕事ならではなので、うんうん、これからも頑張ろうっていう
テント検証結果が良かったものも振るわなかったものも愛を込めてパーツを書いていくので、うん、ぜひ皆さん読んでいただけたら嬉しいなと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。他にも下地やファンデーションの動画もあるのでぜひそちらも見てみてください。